はい、皆さんこんにちは。坂キャッツでございます。3時40分を回りましてですね、まったりとした午後でございまして、日照があるんでですね、この部屋の温度も今20度を超えました。 20.5 度ぐらいですね、これね。千代田区は8度だそうでございます。寒いやな、ほんまに。さて、現代ビジネスですね、講談社のサイトですね。講談社の、週刊現代をベースになってたんですけど、最近はほとんどオリジナルの記事で、週刊現代からの記事の方が圧倒的に少ないですね。私も何回か原稿を書かせていただいたことがございます。この2月22日、昨日ですね、近藤大輔さんという方がお書きになっている、ウクライナ危機で大戦争は起こらない、そう確信する中国サイドの見立てと根拠というタイトルですね。今のロシアは大きな北朝鮮だからというサブタイトルがついています。まあこれね、長い記事なんでですね、ずっと最初の方を飛ばしまして、3ページ目からこうちょっといきたいと思うんですけども、もう一つの大国でロシアと準同盟関係とも言われる中国はもう少し別な見方をしている。中国を代表する国際紙環球時報は2月18日深夜、ロシア・ウクライナ危機、アメリカのニュース詐欺意識やり方に警鐘をと題した社説を発表した。その要旨は以下の通りだ。ブリンケン米国務長官が2月16日としていた侵攻日が笑い話になった後、アメリカメディアはまた新たな侵攻日を設定した。2月20日、この日が過ぎれば必ずまた次のことを言い出すだろう。戦争ということで言うなら、もうアメリカはロシアに対戦している。それは情報合戦だ。今回のウクライナ危機の普段のヒートアップを顧みると、ほとんど全てロシア・ウクライナ国境が緊迫しているという情報はアメリカ情報部門の予測から来ている。アメリカはウクライナ危機を煽る全権宣伝役だと。まあそう言えなくもないですね。もしもワシントンが真に局面のクールダウンを求めるならば、NATO が東方で火遊びを停止すればよいことだ。それをなぜこれほど大げさなことにするのか。まあ以下ありますけど、ちょっと省きましょう。このように中国の官製ニュースはあくまでもアメリカイコール悪者というロシアの立場に立つ論調を貫いている。まあその中国はですね、冷ややかに見てるわけですね。なあんなあるわけないやんって、アメリカが言うてるだけやんということですね。中国の関係者たちにこの問題を聞く中で私気になったのは次のような話だ。これは中国の関係者が言うたことですね。最近のロシアはまるで大きな北朝鮮のようだ。5年前に北朝鮮は核実験やミサイル実験を繰り返し、アメリカと一触即発になった。同時に今のロシアもウクライナと国境付近で軍事演習を繰り返したり、大量の兵士や兵器を配置したりして欧米と一触即発になっている。2月4日に北京にやってきたプーチン大統領はまるで2018年3月に北京にやってきた金正恩総書記のようだった。アメリカへの不満と習近平主席、アメリカへの不満を習近平主席に愚痴り、共に対抗していこうと呼びかけた。ロシアにとってウクライナが NATO に加盟することは、中国にとって北朝鮮をアメリカ軍が占領するようなものだというわけだ。もちろん中国はアメリカへの対抗という観点からロシアに対して一定程度の肩入れはする。しかし基本的には中国自身の国益に沿って進んでいく。それは対北朝鮮外交と同じだ。中国が今望んでいるのは平和と安定だ。そのソ連がですね、1979年にアフガニスタンに侵攻して、結局ですね、戦費がかさんで金欠の80年代を経て1991年に崩壊してしまったではないかと。
今のプーチン政権はソ連の失敗の鉄を踏むとは思えないと、うん、まあそういうふうにこの中国の関係者は言うているということですね。で、中ウクライナの中国大使館は平常運転してるんですって。在ウクライナの中国人にワクチン早うてと呼びかけてるらしいですよという話が書いてあります。うん、で結局ロシアがウクライナに行くためにはですね、中国がバックアップでお金を出さなあかんということですね。中国は自分たちがロシアに十分な軍資金を調達しない限り、ロシアが自力で本格的な戦争を起こすことは不可能だと考えているように思える。これは近藤さんの言葉ですね。習近平プーチン時代の中ロ関係は中国が兄貴分でロシアが弟分という新時代である。今や中国はロシアの経済力で 9.7 倍、軍事費で 4.1 倍、人口で 9.9 倍もの規模を誇っている。中国がロシアから欲しいものといえば石油天然ガスと一部の最新軍事技術くらいのものだ。中ロ貿易は昨年、前年比 26.6% 増、ですね。飛ばしまして、中国からすれば原油や天然ガスは中東などから輸入を増やせるが、ロシアが滞りなく電気産品を輸入できる相手は中国以外に見当たらない。電気産品って主にあれでしょうね、あの情報機器でしょうね。つまり極論すれば中国がロシアの制裁を出すの権を握っているのだと。興味深いのはプーチン、こうイコールに点々と言ってあれなんて読むんでしょうかね。キム・ジョン、そしてロシアイコール大きな北朝鮮と見る中国の視点だ。周知のように中国は北朝鮮を長年にわたり必死で支えてきた。それは国境付近の安定と平和、そして北朝鮮が中国に成り代わってアメリカに吠えてくれるというメリットなどを考慮しての行動だ。同様に今のロシアに対してもアメリカに対抗する盟友という結びつきの意味合いが強い。そして北朝鮮の暴発を望まないようにロシアの暴発も望んでいないのは確かだ。習近平政権は今後ともプーチン政権を支え続けるだろう。だが同時に金正恩政権崩壊と同様、プーチン政権崩壊も視野に入れ始めるかもしれない。プーチン大統領は現在69歳、敬愛するスターリン書記長が死去した年齢まであと4年であるということで、この記事は終わっています。1ページ目貼っておきますね。なかなかこうリアリスト的視点で面白いですね。再々ここでも言ってます通り、ロシアってそんな大国ちゃうんですよ。せいぜい韓国ぐらいなんですね。韓国、イタリア、スペインぐらいの国でして、韓国、スペインぐらいの国でして、そんな大した国ちゃうんですね。それが今回アメリカと真っ向勝負してるような空気を作っていますけれども、実は独力でですね、その大戦争を遂行するほど大した国ではない。そこをプーチンがうまく演出してるわけなんですけども、だからか、こう 1年も2年も、ね、戦争を続ける能力はほぼないと思うんですよ。それをやらかしたら、アフガニスタンの二の舞になってしまって政権が崩れてしまうでしょうね。短期間にキエフを取るということであれば可能性はありますけども、プーチンがそこまでの大博打に打って出るかどうかっていうのはですね、可能性としてはそんなに高くない。でも私は4割から5割はあるかなと思いますけどね。本人焦ってますからね、69歳で。で、当面原油が高かったんですね、多少貯蓄もあるんでですね、こんなんかまへんで行くでって、わしが生きてるうちに取るんやというふうにやってしまう可能性はあります。今回の騒動でウクライナ国民はですね、決定的に反ロになりましたね。だから、いや、このままほったらかしといたら5年10年は大丈夫かもしれませんけど、その後に NATO に加盟してしまう可能性も残されていますからね。ですんで、この際行ってしまおうというふうに大決断を
する可能性はゼロではないというか4割5割やると思います。でも5割6割はまあすっ込むでしょうねまあでもすっ込むのもまたね、あのプーチンにとっては地獄ですけどね。はい、ということでこの現代ビジネスのサイト貼っておきますんで、今私全体の2割読んだかなという、2割から3割読んだかなという感じですね。で全部読みたい方、非常にいい原稿だと思いますんで行ってみてください。はい、どうもありがとうございます。